Good morning, everybody! うっす。まだ朝の5時半です。これ朝から飲んだらあかんでって言われるんですけど、これは朝ですかね。まだ酔いの口？どっちですか？酔いの口やね、まだ。はい、うっす。朝から飲んでるわけね。酔いの口から読んでる。うっす。コークハイ。からの、早朝焼肉。昨日もバッタン球でね、例によってもクタクタで、何やったかな、なんかザルそばちゃう、ザルうどんみたいな食べて、でも速攻寝まして、でもう早うから目覚めとんすよ。もうやったら3時かそこやから目覚めてね、まあ、ちょっと呼ばれてとったんやけど、腹が減ってきてね、せいせい思って、肉肉肉肉、寿司うなぎ、肉肉肉みたいな、感謝してます、はいはいみたいな、はい、ということで、オーストラリア産牛肉ロース焼肉バゴン、細かいね、これなんぼ、まあまあ安いですよ、これ842円、それでも正規の値段、それの半値、うまいこと、このチックを切ってるのを下に引いとるね、ほんまに昔じゃないっていうね、そういう時代やないっていうね、時代遅れの男になりたい、パララ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 パラパラパラララパラララララパラララララララパラパラパラララパラララパラパパラララパラララパララ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 ラパラララララララパラララララララパララ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 ラパララ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 ラララパラララララララパ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 ララ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 ラ主婦、専業主婦やったらいいよ。働いとって主婦もしてる人いたら思う。働くわ、ご飯作らなあかんわ、洗い物せなあかんわ、いいじゃん、ほんま。すごいね、ほんまに。今、洗い物は出したとこやねん。で、もう作って。で、またこれ様子分かりじゃん。どういうことな、ほんまに。どういうことや。よっこいしょ、私んとこね、鏡おまさんや、まあ、ないことはないんやけど、あるのはあるんですけど、見ることおまさんや、その、なんちゅうの、普通洗面所みたいなのがあって、そこにちゃんと鏡があって歯磨きますね。ここは洗面所みたいなおまさんね、ここが洗面所ですね、この流しが。だから今度鏡なんかおませんやん。一応そこに、ね、あおぎとあんねんけど、見ることおませんやん。で、昨日仕事中にね、エレベーター乗ったらなんか鏡ありますやん。鏡見たらね、
この頭のボーボーさんにびっくりした。だから、ボーボーにも程があるわ。エバラ言うほどしないわ。エバラ焼肉のタレ、ジョジョ園の一番うまいかな、知らんけど。歯もいいと思いに行きました。肉の味せん、焼肉のタレの味しかせん。まあ、しゃあないわね。またロッピア行きたいわ。なんかロッピアの新しい弁当を食べてる子ってね、めっちゃうまそうやった。安いね、結構。けど、スーパー、スーパーたまにもね、肉のなんやら、なんとかが、早政、正早、なんか東京のね、肉屋に変わっていったんでしょ。もう変わったり、女性ともだからね。よくご視聴いただき、けどロッピアはね、いまいちは大阪には受けへんと思うわ。金持ち層に行けるんかな、よくわからんけど、なんとなくそんな気するわ。安売りっぽくしてるけど金持ちが好きみたいな。我々庶民もいかに、一回万人みたいね、ロッピアも。どんだけ値下げしてるんかな。ちょっとね、遠いからね、なかなかお気楽にはいかれない。私は6時頃になったら、向こうのおばあさん、隣じゃなくて向こうの2、3軒こっちのおばあさんがね、あの犬の散歩に行きます。犬の散歩っていうか、娘が犬連れていきます。娘が多分私と一緒ぐらいよ。そんなことないか、僕は若いのか。昨日も足通ってね、あの、なんちゅうの、あの、何
閉塞性どうのこうの、下肢閉塞性どうのこうの、悪化しとるね。めちゃくちゃ痛かった。私はその下肢どうならこうというのは、足の血圧が足に、その足に生まれた動脈硬化、足の動脈硬化ですよ。で毎回心臓のあの検診の時にね、足の何血圧も測られますね。ね、高いからあかんのかな、低いでも、これが高いんか低いんかも知りませんね。その身近でね、足の血圧が低い方ってそれが同じように閉塞性どうのこうのって言われてるからね、同じやん。いや、そのこう足痛いって言うてんからやっぱり私は血圧高いんやろね。よっこいしょ、いち。よっこいしょ、いち。しかし、肉の味せえへんな。で、タレ、焼き肉のタレの味しかせえへんで、焼き肉のタレがいまいちやから。明日ほど散髪行こう。それじゃ、先週散髪行ったら今度ってあれやったね、行かれへんかったね、行かれへんかったね、行けへんかったね。690円店できてるもんね。カット690円で、女性専用って書いたんですよ。けど男性も歓迎って書いたんですよ。けど行きにくいですよ。ほんまに690円か知りたいしね。けど電話番号も書いてないし、店覗いてもいつもお客さん入ってるし聞きにくい。丸坊主いけるんでっかいって、なんぼでっかいって聞きにくい。丸坊主やったら絶対一番楽やもんね、三八さんにしたら。690円ですよ。まだ朝の5時半、5時40分ですよ。ちょっと寝ようかな。今日はね、1時10分できますね。ゆっくり言うて、やることはいっぱいあるんですけど、外でのお仕事はないから。
あ、昨日絶対食べられない葉っぱの話しましたよ。もしかしてコメントでね言ってくれてはる人おるかもしれんすけど、私まだこれ連続して撮るんでね、まだ動画もアップしてへんから、その今の時点ではねコメントの見ようがないんやけど、わかりました何の葉っぱか。なんかなんこれね、以心伝心ですね、パソコンとかスマホね。そんな話したらなぜかそれを食べてる動画が湧いてきてね、うわこれや思って、不思議やねほんまに。答えはねパクチーでした。これがほんま食べれん、まずい。でその番組か YouTube やっとったもんね、女性は好きらしいですよパクチー。だから嫁さんがパクチー好きで、旦那はパクチー無理やいうのやっとってね、えこれやパクチーやみたいな、あんなんどこが美味しいんかな思うけどね。女性陣は好きらしいです。朝からため息つくなっちゅうの、うん、母がまだ若い頃僕の手を引いてこの坂を登るたびいつも、あ、ちゃう、この歌ちゃうんかな。あ、ため息つけばそれでいい、後ろだけは向いちゃダメよ。ええ歌やなこれっていうか隣のおっちゃん怒ってきよ、お前何時や思ってんの。隣のおじいさんもおばあさんも怖いから、クレーマーやから怖い。隣の文化を潰したの隣のおっさんや、おじいさんやから、潰したクレームでね、危ないとかなんかあのコンクリートがバカッとってきてなんか危ない、えらいんやって、ほんなもう取り、もうそこを修理やので、その文化住宅自体がなくなってもうてほんで今不動産になってます、ね、怖い。おばあさんは「あれ確かなめとったらあかんねんぐらい」ってやってるしねそんなもんお前らとこぐらい、そうそういうこと、文化がなくなって工事業者が適当やったんかな、お前らぐらい潰せんやぞどうのどうのみたいな、怖い。ということで、よっこいしょうじならまたちょっとお仕事して寝ますわ。大きにご清聴すみません、大きにありがとうございました。すみません、大きに失礼します。大きにはばかりさん失礼します。チャンネル登録してね。もしまた見たのを持ってくれる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。